アナン・パンヤーラチュンは、太陽国の外交官、政治家、実業家、首相を二度務めた。1997年に、マグサイサイ賞を受賞している。妻は、王族の一人、モン族と家人の流れを組む貴族の父のもと、1932年に、バンコクで生まれた。ケンブリッジ大学を卒業した後、外務省に入省し、外交官の道を歩む。 国連大使圏カナダ大使、国連大使圏アメリカ大使、西ドイツ大使を務めた。1979年に民間企業のサハイユニオングループに転身し、実業家の道へ進む。1990年に大工業協議会会長に就任。1991年にサハイユニオングループ会長に就任。1991年2月のクーデターで、 チャートチャイ政権を崩壊させて権力を掌握した国家平和維持評議会はアナンを首相に指名した。アナン政権は付加価地税導入、資本や為替取引の自由化、貧困、環境問題に対応するための政策を実施し、高い評価を得た。1992年3月に行われた総選挙の後、退陣する。1992年5月。 スチンダー政権は民主化勢力を武力で抑え込もうとし、多数の死者を出す事件を起こした。国王ラーマ旧世は、スチンダー政権側と民主化勢力指導者チャムロンとの調停に乗り出した。これによりスチンダーは首相を辞任し、副首相を務めていたミーチャイル・チュパンが臨時首相となり、最終的にアナンが首相再当番となった。第二次アナン政権は、 国営企業役員への軍人就任を制限するなど、軍の政治への影響力を低下させる政策を行った。1992年9月下院総選挙の後、退陣する。首相辞任後、サハユニオングループに戻る。1996年からは、ユニセフ親前大使を務めている。1997年には、憲法総案作成委員長を務めた。また、 2004年4月には、タイの新南部における軍事衝突で政府軍によって、マレー系イスラム住民に多数の死傷者が出た事態を受け、2005年にはイスラム住民と政府との相互不信を払拭すべく、国民調停委員会の委員長に就任して、イスラム住民との融和策を盛り込んだ総合的な対策を政府に提言した。また、2010年には、アピシット政権から、 国民和解に向けて様々な社会、経済格差の是正を図る国家改革委員会の委員長に指名されて提言を取りまとめるなど、阿南は首相辞任後も様々な調停活動を行っている。ありがとうございます。